銀次は、岩手県下平軍普代村出身のプロ野球選手。右藤左だ。東北楽天ゴールデンイーグルス所属。愛称は、銀ちゃん。指名当時の本名は、上銀次であったが、母親の再婚により、名字が赤み内に変更になった。小学校2年生まで、岩手県久慈市に住んでいたが、祖父の住む道県普代村に引っ越し、野球好きの祖父の影響で野球を始め、 不代小3年時に不代村野球スポーツ少年団に入団する。野球を始めた当時は右打ちであったが、左打ちに変更したのも祖父の指導による。5年生時に保守となり、6年生時に東北大会で準優勝。5.6年生時は祖父が同チームの監督を務めた。 不大中学3年生時にーボール全国大会へ、岩手選抜の一員として出場。森岡中央高校では1年生時から左翼士として、レギュラー出場。その後三類手を経て、2年夏から保守に転校する。2年の秋季東北大会において8打席、連続安打、12打席連続出塁を記録、チームはベスト8まで進出した。3年夏の岩手県大会では、 打率、750を記録。県決勝戦では4打数4のアンダーを記録するも、敗退し、甲子園出場はならなかった。高校通算24本塁打。2005年の高校生ドラフト会議で、地元球団である東北楽天ゴールデンイーグルスから3巡目指名を受け、入団。自身の名字である赤狩が、当時の楽天の監督であった野村克也から、 呼びにくいと言われたことから登録名は銀次となった。背番号は67。2006年は2軍戦に主に代打で出場した。フェニックスリーグでは打率433を記録し、2軍監督の松井優天からフェニックスリーグでの一番の収穫は銀次の才能を発掘できたこととのコメントをもらう。 2007年2008年は2軍で2年連続で打率3割を記録。2007年のフェニックスリーグでも16アンダー10打点、チームトップの打率、444を記録した。保守だけではなく三塁手、外野手としても起用された。2009年は初めて春季キャンプで1軍スタートし、オープン戦の序盤まで1軍に帯同していた。しかし、首脳陣からの評価を得られず、 二軍落ちとなった。二軍戦では53試合出場、打率281。同年の秋季キャンプで内野手へコンバートされた。2010年は2年連続で春季キャンプ一軍スタートしたが、開幕一軍はならなかった。二軍では打撃校長で高須洋介の離脱もあり6月29日に初の一軍登録とその日の試合で、 初の先発出場。7月1日のオリックスバファローズ戦でプロ初安打を放つが、高須の復帰と共に2軍落ち、フレッシュオールスターゲームに選出されるも、怪我の影響で辞退した。離脱期間が長く規定打席不足ながら、打率。367と一時は、イースタンリーグ首位打者となる。2011年は、初開幕1軍入りするが4月後半に2軍降格。 2軍では打率345を記録したが、1軍に呼ばれる機会が前年より増えたために、規定打席には到達しなかった。しかし例外規定を適用しても、規定打席を満たした打率1位の遊兵の330を上回るため、初のイースタンシー打者に輝いた。1軍では9月から不振に陥った山崎武氏に代わり一類手として、スタメンで出場する機会が増加。 主に6.7番を打ち、10月5日の北海道、日本ハームファイターズ戦では、ダルビッシュ U からタイムリーを放ち、プロ初打点を記録。最終的に22試合に出場して打率、222の成績を残した。シーズンオフ、背番号が33に変更された。2012年8月1日、小町スタジアムにて2012年は、開幕一軍、小事一手だった。 内村健介の不信もあり、5月の半ばよりにいる種として、レギュラーに定着。前半戦は、打順は主に2番で、後半戦からは3番や5番で3類手種での起用が多くなる。6月27日の日本ハム戦では、多田や数人からプロ初本塁打を放った。規定打席に初めて到達し、チームトップの打率、280。 チーム2位の121安打。一方で、講述するような守備走塁のミスも見られた。シーズン終了後の11月22日に5歳年上のメイクアップアーティストの女性と結婚した。契約公開では、前年の約3倍となる2200万円でサインした。2013年は、新加入のケイシー・マギーが三類種に定着し、一類種として開幕を迎える。 序盤は調子が上がらずすためン外れることも多く、セッパ交流戦は普段は指名打者のアンドリュー・ジョーンズがファーストに回るため代打のみの出場になるが、代打で六打数五安打と結果を残し、交流戦明けからは三番一塁一周に定着する。七月二十六日には打率三百四十三となり一時首位打者に浮上。最終的に自身初となる打率三割を記録し、 球団初のリーグ優勝、日本一に貢献。読売ジャイアンツとの日本シリーズでは、チームトップタイの5打点を記録し、優秀選手賞に選ばれた。11月には、台湾で行われた、2013ベースボール、チャレンジ日本 VS チャイニーズ台北の日本代表に選出された。6月12日に第一子となる長男が誕生した。2014年は、 メジャーリーグ復帰のマギーに代わって入団したケビン・ユーキリスがファーストを守る関係で春季キャンプから再び三塁手に転向した。ユーキリスが公式戦開幕後の4月下旬に故障で戦線を離脱してからは再びファーストを守るようになったが自身も腰痛を発症したため5月24日に出場選手登録を抹消。抹消後に幹部の精密検査を受けたところ 第二腰椎横こと気骨座症と診断された。6月19日の広島東洋カープ戦から一軍に復帰。7月10日にはオールスターゲームのファン投票及び選手間投票でパシフィックリーグ三塁手部門の1位だった松田信弘が故障で出場を辞退したことを受けて松田の補充選手として同ゲームに初めて選出された。シーズン終盤は糸井義夫と 主位打者争いを繰り広げ、最終的に打率リ,リーグの2位の327を記録。オフの10月9日に日米野球2014の日本代表に選出されたことが発表された。2015年は開幕前の2月16日にグローバルベースボールマッチ2015侍ジャパン対欧州代表の日本代表に選出されたことが発表された。 3月11日の第2戦に6番サンルイ塁手で先発出場し3打数1安打で1打点を記録しているシーズンでは銀次でト名打たれた4月12日のオリックス戦では佐藤達也からプロ入り初のサヨナラヒットを記録3割をキープし好調だったが5月23日の埼玉西武ライオンズ戦での本塁でのクロスプレイの際に左足を負傷し 翌日出場登録を抹消された。打撲と診断されたが、その後左肥骨の不全骨折と判明。復帰が大幅にずれ込んだ。8月18日に復帰し、規定打席には届かなかったが、打率は3割をマークした。また、7月16日に第1回 WBSC プレミア12の日本代表第1次候補選手に選出されたことが発表され、9月10日に、 1> 第1回 WBSC プレミア12の日本代表候補選手に選出されたことが発表されたが最終ロースター28名に選出されず代表入りはならなかった。2016年は川端慎吾の事態に伴って開幕前の3月2日に侍ジャパン強化試合日本 VS チャイニーズ台北の日本代表に追加登録されたことが発表され、 試合ではタイムリーヒットを放った。開幕を2番に一塁手で迎えたが、打率は2割台前半と低調が続き、交流戦中の6月には2軍落ちを経験した。交流戦明けには復帰し、7月には月間打率、361と復調の兆しを見せたが、8月に右内転筋の損傷で再び抹消された。 最終的には2年ぶりに規定打席に到達したものの、打率は4年ぶりに3割を下回り、本塁打と打点は規定到達年では最低、閉冊打はリーグ3位を及び自己ワーストの20だった。オフには年俸500万円減で契約公開した。2017年は開幕を5番2類種で迎えた。7月28日のオリックス戦ではプロ初の4番で起用され、 チームは敗れた者の,の本塁打を含むに安打の活躍を見せた。自身初となる全試合出場を果たし、打率はリーグ5位の293、得点圏打率は同2位の369を記録した。加えて2類種として4年ぶりに出場を果たし、この年では同位での先発出場がチームサイトの80試合に達した。 二類の守備では初めて失策もレードを得た。また、一類種としては、リーグトップの守備率、994を記録しながら規定試合数に到達し、自身初のゴールデングラブ賞を受賞。一類種部門でのベストナインにも選出された。チームとして4年ぶりのポストシーズン進出となった、クライマックスシリーズファイナルステージでチームは、敗退したが、自身は、第4戦で、 本塁打を放った。2019年4月7日の対オリックス第3回戦戦では、楽天ベンチが登録保守をべて退かせたため、9回裏からマスクを被り、内野手登録となってから初の保守としての一軍出場を果たした。また公式戦初の盗塁阻止も記録した。また、監督推薦で5年ぶりにオールスターゲームにも選出された。打撃でも五年ぶりに、 規定3割を残し、自己最多の161安打を記録した。10月28日には、f a 権を獲得していたチームメイトののり元高博と共に、チーム残留を宣言。銀次は、東北出身者として、ここにいなくてはいけない、もっと東北を熱くしたいと、郷土愛を理由に残留することを語った。アマチュア時代から、プロ入りまでは保守だったが、 打撃を生かすために2009年の周期キャンプから内野手にコンバートされた。内角球をわざと詰まらせてレフト前に落とす打撃技術を持ち、2012年には左投手相手に右投手相手を上回る打率28、282を記録するなど左打者ながら左投手を苦にしない。空振りが少なく早打ちの傾向があり、三振、四球ともに少ない。 2014年には両リーグトップの2ストライク打率298を記録するなど追い込まれても苦にしていない。メインは一塁手だが、来歴にもある通り一軍に定着し始めた頃には二塁手。2014年には主に三塁手として出場していたユーティリティプレイヤーである。保守でも二軍戦では出場した経験があり、緊急時には保守もこなすことができる。 一類種としてはプロ入り時には保守ということもあって補給は安定しており、ザーは2016年にマイナスだったものの2013、2017、2018年にはプラスを記録しており、2017年にはゴールデングラブ賞を獲得している。二類種として、守備はお世辞にも上手いとは言い難く、一軍に定着し始めた2012年には、試合終盤で守備固めを送られていたが、 2017年から今江年賞が一類種として出場する機会が増えたこと、それまで二類種のレギュラー格だった藤田和也に成績の限りが見えてきたことから二類種としてスタメン、一類種から試合途中での守備位置の変更での出場が増えている。三類種としては2014年にザーでプラスを記録した。2013年には リーグ優勝後、日本選手権シリーズに出場することを見越して、指名打者制を採用していないセ、セリーグのチーム主催試合に備えて、左翼主として出場したこともある。しかし実際に日本シリーズに進出すると、巨人の主催試合では、一塁を守る予定であった、アンドリュー・ジョーンズが、銀次よりも、俺の方が絶対に、上手いと宣言したことにより、 レギュラーシーズン通りに一塁手として出場した。2019年4月7日の対オリックス戦では、楽天ベンチが保守登録の選手を使い切ってしまい、緊急時の保守を担当する役割になっていた外野主兼保守の岡島武郎が故障により一軍から外れていたという事情も考慮して、楽天ベンチは保守経験者だった銀次を9回裏から保守に入れて、 延長12回裏までの4イニングの守備につかせた。入団時は保守であった、銀時だったが、一軍公式戦での保守としての出場は、このオリックス戦が初であり、それ以外でも一軍の試合での出場は2009年のオープン戦で一試合出場したのみという状況での起用であったが、相手の盗塁を刺すなど、無難に守備をこなした。一方、走塁面はあまり得意とは言えず、 過去に判断ミスで併設を取られるケースが何度か見られていた。2013年に生まれた長男の名前は虎次郎。銀次の応援タオルや選手デーの応援ボードは、この名前にちなんだ虎柄となっている。なお、次男は桃次郎。次男誕生以降は、虎柄のタオルに桃のマークが入っている。チームメイトの増田慎太郎とは同期入団、同い年ということで信仰が深く、 二人でカラオケに、通う、家に遊びに行くと、プライベートでも付き合いが多い。2012年の春季キャンプは、安倍春人と三人で、ドロンコ三兄弟と呼ばれていた。非常に負けん気が強く、楽天監督を務めた、星野千一にも評価されている。打撃力を買われ、守備のまずさを我慢して起用され結果を残したことから、星野チルドレンとも呼ばれた。二千十三年には、 NHK 連続テレビ小説、アマちゃんの主なロケ地が岩手県久慈市である園から7月末に楽天球団を通じてまだまだアマちゃんですが、絵応ボ。9月16日放送の同コーナーにおいて楽天のホームゲームで左打席から打球を放った瞬間の写真がプロ野球選手宮城県仙台市銀次さんのキャプションで紹介された。 東日本大震災の被災者支援を目的とした2013年12月に行われた日本プロサッカー選手会主催のチャリティーサッカー大会では試合前のキックインを務めた他試合にも小笠原光雄のユニフォームを着て飛び入り参加し PK を決めるなど活躍した2014年も同大会に参加したがこの時はハットトリックを達成している 2018年レギュラーシーズン中の7月6日には、第100回全国高等学校野球選手権、記念大会の岩手大会で、岩手県出身の野球関係者を代表して、開幕戦の始球式に登場。楽天のユニフォーム姿で、時速117キロメートルのストレートを投げ込んだ。高校野球の大会で、始球式を任された現役のプロ野球選手は、 甲子園球場での選抜高等学校野球大会、選手権全国大会を含めても、銀次が初めてである。銀次は、始球式当日の夜に、本拠地、楽天生命パーク宮城で、対西部戦を控えていたが、雨天中止につき、出場に至らなかった。大久保博士元は2021年5月に、自身の公式 YouTube チャンネルの動画で、2008年に、 楽天のコーチを務めた経験から引退後に見た中で最も練習した二人としてマスダと銀次の名前を挙げている。この年の春季キャンプの練習は通常午後4時で終了となったところ、二人の練習は夜食の時間に当たる9時まで続いたこともあった。9時まで続いたその時は練習補助員のアルバイトも退勤させる必要があり、 二人の食事の時間もなくなりかねなかったため、最後に大久保は、俺も腹減ったから、今日は上がろうと止めたという、赤見ない銀次に関するカテゴリー、ありがとうございます。